空虚な九州航空の究極航空、高級航空空気。はい、ということでね、はい、今回も、新シリーズ、ミニカー紹介ということでね、新しいミニカー手に入りましたんでね、これ紹介していきたいと思います。まあね、もう目の前に置いてありますが、メーカーさんはね、マイスト、マイスト製で、スペシャルエディション18分の1ダイキャストっていうことでね、例のごとく、18分の1ですね。で、車種はね、ランボルギーニアベンタドール LP700-4、 はい、こちらですね。はい、ではね、早速、ちょっとね、箱から出してね、見てみましょう。はい、ということでね、開封しました。一応ね、台座も、外しまして、本体だけね、はい、お見せします。こちらです。いや、めっちゃかっけえすっげえな、これ。アベンタドール、もうね、普通の一般人がね、一生働いても手に入れられない車です。だからこそミニカーで手に入れたい。いやー、すっごい中も細かいね、やっぱり作りが。もうあれだよね、もうガンダムだよ、ガンダム、モビルスーツだよ。モビルスーツ、モビルアーマーの方かな。いや、すごい、もう後ろのこのテールランプとか、もうここら辺のダクトとかさ、これマフラーかな、すごいね、こんなのありっていうぐらい、もうトランスフォーマーだ、トランスフォームしそう。一応ね、この物自体もね、まあ、カスタムしてやりまして、まずホイールが違いますね。ホイールと、あと中のブレーキキャリパー、これが赤に変わってます。はい。で、ローダウンで車高も、もうベッタンベッタンにしてますね。はい。で、裏を見ると、まあ例のごとく、まあ、ちょっと特殊にね、接着されていて、タイヤは回りません。はい。あ、いや、かっこいいな、それにしても。うわ。で、一応ね、こちらはね、前回の、スープラと違ってね、ドアは開閉します。ガロウィングですね。かっけえ、ガロウィング。こんなん本物でこう開けたいね。で、ボンネットは、ボンネットは開くんだっけ、これ。ボンネットはね、確か開く、あれ開かなかったっけ。あ、なんかテープが貼ってあるな。テープが貼ってありますね。ちょっと剥がしますね。はい、ということでね、まあ、ちょっとシールは外しまして、開けられる状態にしました。ではね、開けたいと思います。ちょっとね、下向けないと。で、開けると、まあね、このランボルギーニは、フロント側がトランクになってますね。ちゃんと物を入れられる状態になってます。だからね、考えによっちゃ、これ、なんか大切な指輪とか入れる小物入れになり、ますけどね。それはそれで使い道はあるけどね。はい、で、あと開くのはリアですね。まあ、リアが、俗に言う、エンジンルーム。はい。こういう感じで入ってますね。いやー、素晴らしいね。
ということで、こういう開閉具合になりますね。めっちゃすげえ、ボリューム感がすごいね、全開放すると。うわすっげえ、うわめっちゃすごいね、もうガルウィング自体がすごいよね。いやーこんな車乗ってみてえわー、ほんと。いやーすごい、中もちゃんとしっかり作り込まれてる。こうペダルとかねすごいね、ほんと。いやー作り込みが半端ないね、やっぱこのくらいの大きさのミニカーになると。うわーはい、ということでね、こういう感じでね、今回は、ランボルギーニアベンタドール紹介させていただきました。まあ通常のよりはね、ちょっとカスタムしてますんでね、もう車高はもうほんと接地面がもうほんとないぐらい、もう実際こんなの街中走ったら完全に擦りますね。もうバッキバキですよ。もう街走れないですね。いや、コーミントすげえかっちょいい、これ。うわはい。ということでね、今回の、我が家のミニカーはね、ランボルギーニアベンタドール LP400、こちらご紹介させていただきました。これからもね、続々と同スケールの、ミニカー紹介していけたらなと思ってますんで、ぜひねこれを見た、ミニカー好きの方いられましたら、チャンネル登録、あとね、まあそうじゃなくてもね、動画を見ていただけたらぜひいいねボタンを押してください。では今回はこれにてご視聴どうもありがとうございました。